どうも皆さんこんばんは、ごはんです。チャンネル登録者数5000人記念動画にはたくさんの応援コメント、そしてプレゼントへの応募ありがとうございました。プレゼントの抽選に入る前に皆様からいただいたご質問などにお答えしていければと思います。それではお付き合いよろしくお願いします。まずはこちらの質問です。5000人おめでとうございます。ありがとうございます。これからも応援しているよ。質問、ごはんさんは何歳ですか？僕は11です。とかずやくんからコメントいただきました。どうもありがとうございます。いやちょっと私ね、この11歳からのコメントはスルーできんかったわはい、何歳ですかと質問来てるんですが、私はね、21歳ということにね、しておいてください。これまあ言うなれば永遠のってやつですねまあね、いろいろね話してるうちに、あれ21歳って言ってたけど、いやもっと言ってるだろうとか、いろんなね憶測もね出てくるかとは思いますが、まあね21歳ということで、よろしければお付き合いください。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いての質問はこちら。実況で使っている機材や編集ソフトを教えてください。こちらもね結構ね問い合わせいただきますので、ざざっとまとめてみました。はい、こんな感じになります。よかったらね動画を止めてみてね、いろいろ気になる人は調べたりしてみてください。どうもありがとうございました。さあ続いての質問はこちら。おめでとうございます。ありがとうございます。これからもごはんちゃんのペースで楽しんで動画アップしてください。ツイッターでケーキの画像があったんですが、得意料理って何ですか？はい、ありがとうございます。得意料理ですか？割とね料理するのは好きな方なんですけど、でも今の時代ってネットで調べてしまえばレシピなんてたくさん出てきますし、まあ誰でも何でもね作れてしまう時代だと思うので、得意と言ってしまうのがなんか恐れ多いんですけど、チャーシューとかね作るの好きですね。結構下ごしらえとかから煮込んだりとか、手のかかるものを作っている時が割と楽しかったりしますね。はい、ありがとうございました。さあ続いての質問は、ごはんさんが初めてプレイしたゲームは何ですか？ちなみに私はゲームボーイのポケットモンスター青版でした。お、私ちなみにね初代ポケモン青版だけプレイできてないんですよ。というのも青版って確か雑誌かなんかの応募者全員サービスか何かで、ちょっと普通のね通常販売してなかったんですよ。なのでねもうすぐねポケモンバーチャルコンソール版が発売されるのでね、ぜひ発売されたら私青版やってみたいなって思ってるんですよねちょっと話がちょっと逸れてしまいましたけど、私が初めてプレイしたゲームは、友達の家とかそういうの抜きで自分が初めて買ってもらったゲームソフトは中古ソフトだったんですけど、なんか子供ながらにパッケージに惹かれて中身も何も分からずに買ってもらったソフトが、スーパーファミコンのレミングスっていうソフトになりますね。ジャンル的にはアクションパズルゲームっていうんですか、なんかちっちゃい小人さんみたいなのをうまく指示を出してゴールに進めてあげるっていうゲームなんですけど、子供というよりどちらかというと大人が楽しめるゲームかなっていう印象はありましたね。でもね、わからないながらに一生懸命プレイしてましたね、レミングス。さあ続いての質問ですね。普段ごはんさんの声に癒されながら見ています。ありがとうございます。質問などですが、モンハンマイクラの後にゲーム実況するゲームとかって決まっていますか、というご質問いただきました。特にねどのタイトルを実況しようとかまだ決めてないんですけど、やりたいタイトルが本当にたくさんあるんですよね、2016年。なのでねちょっとねまとめてみました。まあねちょっとね全部ねプレイできるかはわからないんですが、この中でもね私が一番楽しみにしていると言っても過言ではないのが、この人食いの大足トリコというタイトルですね。私すごくジャパンスタジオさんが出すゲームってすごい好きで、例えばイコだとかワンダと巨像などを作ってる会社さんなんですけど、この人食いの大足トリコ本当にね心待ちにしているタイトルでありますね。さあ続いてはこちら。プレゼントはご遠慮させていただきますが、お謙虚ですね。その代わり質問いっぱい。はい、
お気に入りのゲームは何ですかと、好きなゲーム、お気に入りのゲーム、たくさんねコメントで質問いただきましたが、これね難しい質問ですね。好きなゲームいっぱいあるからな。でも中でもやっぱり楽しい記憶が残ってるゲーム、私はねプレイステーションかな。初代プレイステーションで発売されたモンスターファームというね、CD からモンスターを再生して育てて戦わせるっていうね、ちょっとね珍しいタイプのゲームソフトだったんですけど、そのモンスターをね育成して戦わせるっていうのがすんごい楽しくてね、今でもねまたやりたいなってね思えるゲームですね。最近のものですと、私は PC 版をやったんですけど、プラント VS ゾンビっていう TPS ですね。ゾンビチームとプラント、つまり植物チームに分かれて、まあお互いのね存続をかけて戦うゲームなんですけど、なんだろう、キャラクターもすごくポップで可愛いんですけど、武器とかその特性いっぱい種類があって、またねチームとの連携がすごい楽しいゲームなんで、やりだすとねもう何時間でもねやってられるっていうねすごくねチームプレイが楽しいゲームです。さあ質問への回答はこの辺にして、続いてご要望をご紹介していきたいと思います。ごはんさん、登録者5000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。ツイッターもフォローさせていただきました。どうもです。綺麗で澄んだ声がとても聞きやすいです。澄んでるか要望なのですが、ぜひホラーゲームを実況していただきたいです。ほう、フリーゲームにもストーリーが良くて感動するものはありますし、 2D ならあんまり怖くないよ、大丈夫だよということなんですが、いやホラーゲーム実況してくださいっていうねご要望がかなり多くてね、私も驚いてるんですけど、できないんですよね私結構ね、結構っていうかかなりねもうビビリというかもう怖がりなんで、ホラーゲームとかやったらとも、もう寿命が縮まっちゃうからできないなんかあんまり怖くないのって、怖いでしょ、だって私そもそもびっくりするのがダメなんですよ。なのでね、ちょっとねホラーゲームはね本当にたくさんのご要望いただいたんですけど、ちょっと考えもんですね。ちょっとね善処しておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。さあそして続いてこちら、なんとね一番ご要望がね多かったものですね。多分この5000人記念動画だけではなくて、通常のねゲーム実況動画の方にもかなりねこういうコメントいただいてるんです。顔出ししてくださいと、そしてねマスクを取ってくださいと、こちらかなりのねご要望いただきましたがね、でもねそもそも最初ゲーム実況しようと思った時に、本当はワイプでこう、まあ、マスクつけてる状態でこの顔出ししたいなとも思ってたんですけど、なんせねちょっと時間がないのと、私に編集技術とか機材がないので、そういうねこう顔出し実況をね撮る技術がまだ私に伴ってないんですね。それとフルフェイスは恥ずかしいんですね本当恥ずかしい。でもね皆さんにねたくさんねご要望いただいたので、今回特別に一瞬だけマスクを外した状態のねもうね一瞬だけね表示ねさせたいと思うので、もしもねご興味ある方は頑張ってねビビってこう一瞬だけ流すので目押ししてみてください。いきますよ、3、2、1、ドン。はいあんな感じでね、よろしかったでしょうか。はい、皆さんたくさんのご要望どうもありがとうございました。さあ皆さん大変お待たせしました。いよいよ本日のメインイベント、プレゼントの抽選会を始めていきたいと思います。こちらねコメント欄から応募者をね抽出するのお友達に手伝ってもらいました。オクラちゃんどうもありがとう。今回ですね iTunes カードに応募してくださった人が155名、そして Google プレイカードが75名となっています。 iTunes カードの方がちょっと人気なんですね。では早速抽選に移らせていただきたいと思います。
まずは iTunes カードから155名の応募者をメモ帳で少しシャッフルしました。そして乱数メーカーで1から155までの数字の中から1名抽選していきたいと思います。さあ155分の1はドン19番。さあそれでは上から19番目の方数えていきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。ここで10 11 12 13 14 15 16 17 18 19、決まった。直樹光田さん、光田直樹さんですね。おめでとうございます。 iTunes カード当選です。続いて Google プレイカードの抽選ですね。1から75までの中で1名、ドン、結果は14番です。さあ14番見ていきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14、決まり。合奏チャンネルさん、おめでとうございます。当選されたお二人、おめでとうございます。そして外れてしまった方々、参加してくださってどうもありがとうございました。また節目節目で記念企画などやっていきたいと思いますので、よかったらまた参加してみてください。そして当選された、直樹光田さんと、合奏チャンネルさんにご連絡です。1月21日木曜日23時59分までに、私ご飯へ YouTube メッセージにてご連絡ください。メッセージの送信方法わからないよっていう方は YouTube のプライベートメッセージ送受信で検索してみてください。期限を過ぎてしまいますと無効となってしまいますので、ぜひお早めのご連絡お待ちしています。はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。初の試みとなりました。記念企画だったんですが、普段聞けない皆さんのご要望などがね、直にね聞けて本当に良かったと思っています。よかったらね、またこういう企画にも参加してみてください。本当にねありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。